に海江田万里君。海江田君。立憲民主党、そして無所属の海江田万里です。菅総理とは国会でこうやって質疑をするのは初めてでございます。時間は10分と限られておりますので、手短にお答えをお願いしたいと思います。今日私はまずこの格差の問題、日本社会の特に所得格差の問題とそれから税制の問題についてお話をしたいと思います。先だって先週ですね、2月の26日に麻生財務大臣に対してはこの問題で議論をさせていただきました。ただ麻生財務大臣とのやり取りの中でやっぱり日本の所得の格差について先進国の中では日本はまだまだそれほど格差がない方ではないんじゃないだろうかという見解をいただいたわけでございますが、ただ麻生財務大臣と私どもとでは育った環境もかなり違いますし、年も若干違うんでですね、菅総理と私は、菅総理は昭和23年の12月ですね、私は24年の2月でございますから、お互い72になったばかりでございますが、菅総理は20歳までは、ふるさとの秋田で、秋田の自然に恵まれて、秋田の自然の風景を見ながら育ってきたようであります。私は東京で育ったわけでございますが、そこから20歳ぐらいからすでに50年、半世紀経ってるわけですね。で、その半世紀経つ中で、私がやっぱりこの日本の風景というものが、まさに半世紀前と大きく違う、あるいは半世紀前と言わずに、30年ぐらい前と大きく違っているというふうに思うわけで、その変化というものはやはり、私は税制にあるのではないだろうかと。これももう言うまでもないことでありますけれども、税制というのは、やっぱり所得の再分配機能という大変大きな役割があります。その所得の再分配機能が薄れてきたのではないかと思うわけでございますが、特に日本の所得の格差の問題と絡めて、この税制がちゃんと再分配機能が今、機能しているかどうかということについて、総理のお考えをお聞かせいただきたいと思います。菅内閣総理大臣。所得再分配は税制の持つ非常に重要な中の一つだというふうに思います。税制による所得再分配機能の改善を図るために、所得税についてはこれまで最高税率を引き下げて累進構造の強化を図るとともに、金融所得課税についても、安倍政権の中で税率を10から20%に増やしました。これらの改革によって、所得が高くなるに従って、所得税の負担率が上昇し、所得再分配機能の回復に効果があったと考えています。また、相続税についても、資産再分配機能を回復する観点から、基礎控除の引き下げや最高税率の引き上げなどの見直しも行ったところであります。そうした中で私の内閣としては、まさに経済再生、これはしっかり行っていきたいと思います。それと同時に、最低賃金の引き上げ、これについてもしっかりと引き上げを行っていきたい、これ私、明快に申し上げています。また同一労働同一賃金など格差の固定化を防ぐ政策に、ここはしっかり取り組んでいきたいというふうに思います。税制のあり方については、所得格差や資産格差の状況を踏まえ、また社会の状況をですね、見ながら、ここはその変化に丁寧に対応していくということだというふうに思います。当時、私、高校まで田舎にいましたんで、18の時、東京出てきたら、東京は皆さん、えらい資産の多い人ばっかりだなと当時思ったことをですね、記憶をいたしております。いずれにしろ社会が健全に発展をしていくためには、やはりこの格差というのは固定をしないで許容できる範囲というのが正しいのではないかなというふうに思います。委員長。海田君。その許容の範囲を私は、もうすでに超えつつあると。それから日本の社会というのは大変な少子化、高齢化が急速に進んでいます。高齢化社会というのは、例えばジニ係数というね、
その貧困の度合いを示す数字もありますが、これもやっぱり高齢化に伴ってジニケースは放っておいてもだん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 上がっていくわけですよ。だからここはかなり意識をして、この格差の是正に対して、それからとりわけやっぱりこの COVID-19 の災いもあります。それによってやっぱり格差も広がっているというのは事実であります。世界的に見ると、やっぱりアメリカなんかでも、バイデン大統領が、この格差の問題、もちろんアメリカというのは日本よりさらに格差が大きいわけですが、ただこの格差の問題を放置すると、それはアメリカの社会の分断にもなるし、民主主義の危機であると、こういう意識を持って、やっぱり新しい方向へ進もうとしているわけですね。確かにこれまでもやってきたということがありますが、それはあくまでもずっとその格差を是正する方向をずっと通ってきて、何度もこれは麻生大臣に申し上げましたけれども、金融所得の課税の源泉分離 20% だというお話、10から20にしたというお話でありますが、もともとは、まあ、我々の世代が知ってる頃は、東京出てきた頃は35あったんです、分離がね。それが 20% になって、長い間 20% だったのが株価が下がったんで、これは 10% に緊急避難的にしたんで、それをやっともう前の 20% に戻したということで、先ほど予算委員会で、グラフ見ましたね、1億円を超えるとガタッと下がると。これは我が党の田島かなめ議員も2月17日の予算委員会でお示しをしました。で、田島かなめ議員の時の話は、株のが上がるのがいいのか悪いのかとか、なんかそんな話になっちゃいましたけど、そうじゃなくて、やっぱりあのグラフを見て、1億円を超える人たちが、1億円を超える人たちの所得の負担率が下がるということね、これは原因は先ほどの委員会で、予算委員会で麻生大臣お答えになってましたけど、金融所得の課税がまあそういうふうになってるんだろうという問題のありかお示しをしましたけど、やっぱりあのグラフを見ると、これはやっぱり日本の社会は公平じゃないとね、そういうふうにみんな感じるわけですよ。で、これはやっぱり民主主義の危機でもありますから、どうぞ先ほどもグラフを見たと思いますが、ああいう1億を超える人たちがやっぱりかえって税負担が低くなるということについてどう考えになるのか、これをどうやって是正をしていかなければいけないとお考えになっているのかお示しください。菅内閣総理大臣。まず先ほど私、最高税率を引き上げて調整をしていたんです。そのとおり引き下げていたんです。そこは訂正させていただきます。はい。まあ、今後の税制の在り方というのは、先ほど申し上げましたけれども、所得格差や資産格差の状況を見極め、その社会情勢の変化に応じる形の中で、そこは対応していくべきだろうというふうに思っています。楓君。まあ、今のお答えはちょっと議論にあれじゃならないわけでありますが、やっぱりそれはおかしいんですよ。普通の感覚というものを菅総理は大切にされてきまして、普通の人があれを見たらこれは不公平だなというふうに思うわけですよ。やっぱりその一つ一つを取り除いていかないと、税制改正というのは総しょっちゅうやるわけじゃないわけですから、特に今回はポストコロナね、コロナの後の時代の税制改正ということでも議論をしているわけですから、やっぱりあそこはおかしいんですよと。前は自民党与党の税制改正の大綱の中にも入ってた、もうところが今度なくなっちゃったから、将来的に考えてやっぱりああいうグラフというのはおかしいねと。それは所得の高い人にね、所得の高い人にやっぱりそれなりの負担をいただくのが世の中の正義じゃないだろうかと、そういうことを一言おっしゃっていただけるといいんですけど、菅総理どうですか。菅総理大臣。そうしたことも踏まえながら適切に対応していきたいと思います。楓君。あともう最後になりますが、先ほどの末松委員の赤木ファイルの件を聞いておりまして、唖然としました。やっぱりこの問題がはっきりしないとね、やっぱり税務行政、今ちょうど確定申告の時期でもありますけれども、税務行政に対する信頼性というものも損なわれることであるということを一言申し上げまして、時間が来ましたので終わらせていただきます。ありがとうございました。次に。